ワードウルフなんですが、まず、今日の配役なんですけれども、村人が3人、狼が1人、狐が1人っていう5人の配役です。1人ゲームマスターをやっていただきます。高橋さんはアモングアスです。おお、了解です。じゃあ、プテラ、高橋さんから右回り、縦回りで、はい、了解です。それを見る頻度についてちょっと4択ぐらい、3択から3択、4択ぐらいでじゃあ聞いてもいいですか。毎日見る、1週間に1回以上見る、月1回以上見る、年1回以上見る、この1回以上というか程度見るみたいな感じでお願いします。藤宮さんからどうぞ。はい、そうですね、僕は年1回以上は見ますかね。はい、あ、ごめんなさい、程度で、あ、はい、大丈夫ですか。年1回程度ってことですね。そうですね、はい、そのくらいですね。アバウティ、ありがとうございます。はい、象に木はですね、ちょっと様子を見たいので、まあ、ちょっと村っぽく見えないかもしれないですけど、答えたくないで言ってよろしいですか。あ、もう違うな、はい、あ、プテさん大丈夫ですか、ね、僕は、あ、全然、あ、いいですよ、いいですよ。あ、じゃあ、はい、わかりました。伝えない方向で、はい。ロニキさん、大丈夫です。僕が代弁します。週に1回以上見てます。あんまり見ないです。っていう感じで、お願いします。は、あ、僕か、そっか、はてなさんいないから僕ですね。はい、僕は、まあ、週1回程度は見ます。返します。それは、楽しいか楽しくないで答えていただけますか。藤木さんどうぞ。楽しいです。以上です。楽しいです。以上です。楽しいです。以上です。はい、それは楽しいです。返します。ああ、そうですね、僕も楽しいです。はい、それで疲労を覚えますか。疲れるかってことですか。はい、です。はい、僕は疲労は感じません。いやー、でも、いや、これはいいんだよ。僕もあんまり疲れるでいい。疲れます。感じたことないですね。はい、僕は疲れます。藤宮さん。まあ僕も、まあ、だって全てのものは疲れる時もありますね。全てのことは疲れるもん、はい。これは言い返せるから、考察で。私も、まあ、藤宮さんの回答にで、まあ、疲れる時もあるって感じですかね。はい。そうだな、まあ、せっかく最初プテさんが色の話があったので、それをイメージする色は、次の3つのうち選ぶとしたらどれですか。赤、緑、黄色、お願いします。マジで赤かな。あ、緑ですかね。マジか、僕は緑だね。僕も、緑っすかね、あえて。いやー、自分どっちだこれ。私はこれどうなんだ。赤かな。赤かー、赤かー、はい、僕は黄色ですかね。うわ、近そう、村っぽい。ちょっと深いところ行っちゃいますね。これを深いプレイしたことありますか。はい、プテラあります。藤宮さん。はい、藤宮あります。あります。ハッチャーラッポイな。ハッチャーあります。僕は実はあんまり
ないんですよね、これ実は。いや、実感すぎる。あんまりない。ポンさんない、OK です。はい。じゃあ僕質問します。今プレイするとあったんで、それについて年齢層を4択ぐらいで聞きたいです。小さい子向け、まあ、若者向け、中年向け、高齢者向け、この4つぐらいで見たいです。藤宮さんから順番にお願いします。はい。私のはまあ若者向けですかね。はい。同じく若者がほぼほぼ若者向けかなと。はい。結構中年多いと思ってます。うわ、同じくさい。はっちゃんめっちゃ村に見えるわ。割と若者向けじゃないですか。はっちゃんの回答がすごくわかるなと僕は思いました。割と中年とかでもいけると思います。脳みそを使いますか。使います。ソニキ使います。使います。使います。はい、使います。私も使います。なるほどね。まあ、不死身アポンズかな。ミキさん、ちょっとマイクのなんか音質が変わりましたね。あ、本当ですか。大丈夫ですか。はい、一応聞こえます。はい。はい。じゃあ、私からの質問、それは古くからありますか。いい質問きた。はい。ないです。うわ。あんまりこれについて詳しくないんですけど、そんなに古くはないと思います。ないです。藤宮さん。ないです。ないです。ゾニハチプテガ村だな。これ眩しいですよね。いや、マジで眩しいか眩しくないか、マジで意味わかんない。どういうことだ。あんま眩しいっていうイメージないですね。はい。うわ、だるいけど言います。質問の意味が分かりません、藤宮さん。そうですね、僕もまあどちらかというと、うん、でさっしーさんと同じ意見で、まあよく分かりませんという回答ですかね。いや、マジでちょっと眩しいと思ったことはないです。よし、よかったです。僕も言ってて自分でも意味分かってなかったです。いやー、どういう意味だよ。これって結構大きいですか。え、市場規模みたいな感じかな。はいはい、そうですね、結構大きいです。まあ大きくはないですかね。でかいよ。特に大きいと思ったことはないです。マジで。大きいと僕は思いますね。おお、やっ、やだ、はっちゃん村だろこれ。僕はある点で捉えれば大きいんじゃないかなと思います。はい、2周っすね。今はてなさん2周でしたよね。したね。あ、2周しました。はい、まあ大体こんなもんで考察にいつも入ります。大丈夫かな。はい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 。これは、あ、そっか、先聞くのか。そうですね、まず考察タイムですね。うん、はい。まあ、大体は質問した初めの人からかな、僕からかな。じゃあ寺さんから。いやー、ちょっと最後難しくなっちゃったかなと思ったんですが、まあ、総合的に見て、富士宮ポンズが人外だと僕は思いました。多分富士宮さんが狐でポンズさんが、人狼かなというふうに僕は踏んでます。正直頻度年一が全然分かんなかったけど、まあそれは最初だからちょっと適当に言った可能性もあるが、まあ、そっからの回答もあんまり結構寄せてんのかなっていう印象もあったんで、まあ、藤宮さんそこ1点のみで結構きつね目に見て、ポンズさんは、まあ、ポンズさん自身のことを僕はあまり知らないから何とも言えないが、あんまり見たことがないな、いや、プレイしてないとかが、まあ、ちょっ
っと僕のお題とは違うのかなということで、ポンズさんが狼かなと思ってます。ただ最後の方の質問とかは総合的に考えたら、はっちゃんとかは全然分かんなかったです。どうぞ藤宮さん。はい、そうですね、僕目線だとまあゾニックさんとは比較的まあ同じ回答をしてるような印象があったのと、まあまあ僕目線はキツネだと、まあポンズ野郎さんの質問がまあちょっとかけ離れてる感じがあって、まあ明らかに違うなと感じたのはポンズさんかな。で、プテさんのまあ年一っていうのもそうですけど、最初の質問もプテさん同じではないなというのを感じたのがプテさんとポンズさんなので、まあ、プテハシさんが狼でポンズ野郎さんがキツネかなと思ってます。じゃあ藤見さんつっても大丈夫だな。キツネかどうかちょっと微妙。はい、悩ましいんですけど、はっちゃんが結構違う印象を受けていて、マジで、まあ、年齢層であったりとか。マジか、僕そうですね、はっちゃん違うの。じゃあゾニクさん違えば、三択とかはちょっと気になった様子で、まあ、キツネっぽいかなと思いました。あとはそうですね、 あとね、そうですね、年齢層が気になったっていう。あとプテハシさんも年齢層に対してすごくわかると書いて、いやマジで、ポンズさんは割と同じ感じです。いやこれマジか、ハッチャンプテ人外あんのか。プテハシさんの年一はやはり気になったかなっていう感じで、ハッチャンがキツネ、プテハシさんが狼で。マジで、ちょっといやマジで、わーマジか、これ結構そうなんだ。僕目線ほんとプテさんと一緒で、誰マジで、はっちゃんゾニキが村で、藤宮さんとポンタローが人外っていう風に思っていて、でどうだろうな、どっちが人外かはわからないんですけど、ただあの色の問題、プテさんが緑でゾニキさんが赤、これめちゃくちゃわかるんですよ。で自分赤と黄色で悩んで、でこれで多分プテさんとゾニキさん分かってくれないかなって。いや分かった分かったよ、お前は村だ。とポンズ君がまあ年一っていう、ここだけがもう本当に気になったところですね。なのでこの3人は一緒だと思ってます。だよな、どっちだろう、ポンズ君の方がキツネのような気がしてます、ね、眩しいって何何眩しいって、僕はですね、まあ藤宮さんの年一っていうのは結構気になるところだったんですけど、僕もあんまりって言ったんですけど、年一とは言ってないですね、確か。あんまりだったと思います。で色に関しては、そうだな、ちょっとなまあまあ割と捉えてたんじゃないかなと、みんな。でその年一のところで藤宮さんっていうのと、でゾニキさんが赤って言ったのが何だろうって思ったんですけど、まあ赤だったなと、今考えたら、ちょっと考えたら赤だったなと、はい、思いました。はい、以上です。だって誰をキツネ狼と思ってるんですか。藤宮さんがキツネ、ゾニキさんが狼。あ、じゃあ、はい、そしたらじゃあ一周したから、はい、じゃあボタンを押しますか、ボタン押す押す、これいやむずいな、はい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 、そしたらじゃあハテナさんの号令でチャット欄に打ち込むので、はい、じゃあ、まあ、せーのとかのお願いします。キツネからですよね。キツネから、いいですか。うん、決めた、はい、大丈夫です、お願いします。いいですか。はい、あ、ちょっと待ってください、ちょっと、あ、はい、あ、OK です。あ、OK です。ゾニキさん、ポンズさんは大丈夫ですか。あ、大丈夫です、大丈夫です。はい、じゃあ、せーの、はい、うん、あ、よかったマリー藤宮さん3票をはっちゃんさん2票で、これは狐が藤宮さんってことですよね。狐を釣ったつもりで藤宮さんを釣っていますので、うんうんうん、藤宮さんにその、はい、あなたはどう思いますかって感じで聞いて、でまあ是非を聞いて、で回答じゃなくて、あなたはこれですみたいな感じでお願いします。はい、藤宮さんどう思いますか、あなたは自分が狐だと思いますか、う
いやー、キツネではないと思います。はい、いやマジで藤宮さんはキツネじゃないです。マジか、ですよねー。いやー、最悪やー、残念ー。まあ、まあ、悩んだよなー。え、いやでも、いや、はっちゃんは絶対村でしょ。いや絶対、俺、僕絶対村の自信ある。ねえ、トニキさんとプテさん絶対村だと思う。うわー、マジか。じゃあまあ、もうこの時点でキツネの勝ちなので、まあキツネだと思う人が名乗れるみたいな感じですね。誰がキツネだと思ってんの？いる？自分キツネ。この中で僕だと思います。ああ、ニヤニヤ。ニヤニヤしてたんか。僕じゃないですか、キツネ。ポンズさんがキツネです。いやー、出たじゃん、ほらー。スキップします。最悪だ。なんか最後の考察響いちゃったんだよな。最後の考察で最後刺さってたんだ。俺もうどうしようって思って、もうむちゃくちゃなこと言ってるって思ったんだけど、自分で。いや最後ちょっと似てるんだって思っちゃった。結構寄ってましたね。いやーマジか、ね、本当に悔しいわ。めちゃくちゃ重いな。まあ鈍い値だったよなこれ。はい、というわけでじゃあお題、内容が気になるっすね。お題発表っすね。はい、ってなるとゾニキ、藤宮ゾニキの順番になってるから、じゃあはっちゃんからか。はっちゃん、ポンズ、プテか。はっちゃんさんから右前で、うん、さっきの並び、あ、じゃあポンズさん、あ、そうかそうか、あ、そうか、藤宮、ポンズか。あ、じゃあはっちゃんから、はっちゃんから、はっちゃんから。僕のお題はアモングアスでした。よし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 、アモングアスですよね。はい、もうそれですよ。藤宮さんは、僕はワードウォルフ。あー、なるほど、なるほどね。すごいすごい。ちなみに僕はあれですね、ちょっと待ってください、名前ど忘れしちゃったんですけど、僕あんまりやらなさすぎるんで、あれ何でしたっけ、あれちょっと待ってください。マイクラフトですか？マイクラフト。あ、マイクラ、全然違うもん。全然違えわ。で、そのしょっちゅう今もやってるだろみたいな雰囲気出てたんで、なあ、これ、あ、今やってるんだって思って、で、あっちゃんが黄色って言った途端に、緑、黄色、赤、あれ赤っぽくないみたいな。たまたまマイクラだから勝手に緑のイメージがあったんで、僕、たまたま緑で当たってましたね、これね。なるほどね。まあ、緑色だったからね、そもそもスキンがね。緑色だっていう。これ、すごいラッキーでしたね、これは。いや、そうだね。噛み合ったね。はい、はい、お願いします。ナマコですね。 OK です。はい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 、どうぞ。はい、パッチしまーす。本番で僕の隣のゾニキさんから時計回りお願いします。はい、はい、じゃあ質問です。食べたことありますか？はい、きついですね。はい、あります。はい、あります。ねえよ。はい、好きです。うわー、はっちゃんは好きそうだな。あります。あ、あります。見たことありますか？はい、あります。はい、あります。ありますが、たまに見るぐらいです。はい、見たことはあって、まあ数週間に1回ぐらいです。はい、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、どうぞ。あ、ごめんなさい、あります。はい、質問なんですが、3択です。イメージとして朝、昼、夜、どれでしょうか？はっちゃんから。うーん、居酒屋の魚系なら夜かっていうぐらい、夜ぐらいかなぐらいですね。強いてなら夜か。うん、僕は朝ですかね。マジで絶対人外だ。私は夜ぐらいです。
私も、夜かな、なんとどれかといえばって感じです。はい、僕は夜派なんですが、え、誰が朝って言ったっけ、ごめんなさい、ちょっと聞きましょう。私でございます。藤宮さんが朝より。はい、 OK です。担当直入にお聞きします。まあちょっと重複するかもしれないんですけれど、まあ皆さん食べたことがあるっていうことですよね。もう好きか嫌いか聞きたいです。僕は好きです。もちろん好きです。いや、もちろんなの。好きです。好きです。はい、好きです。そうですね。それはよく食べますか？よくは食べねえ。よくは食べねえ。まあまあ、まあまあかもしれない。まあまあ食うんだ。たまに、たまにです。僕も結構たまにですね。だいぶたまにです。はい。たまにですね。たまにです。はい。僕もまあよくは食べないです。本当にたまにですね。うん。絶対人外だから。いやー、どうしようかな。富士宮果てのあたりに濡れればいいかな。それはどっかの名産品ですか？イエスか可能とかだよね。あー、ごめんなさい、詳しくないからわかんないです。まあですかなんで、まあでもはいかな。うん、有名なところはあると思います。有名なところあります。これはよし、これはあります。よし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 、ね、まああんまり詳しくはないですがあると思います。はい、うんうんうん、あ、ります、あります。うん。加工されてる方をよく食べるか、されてない方をよく食べるか、どっちですか。加工済みですね。はっちゃんどうぞ。いやー、どっちも好きだなー。どっちも好き。どうぞ。いや、マジか。うん、僕僕はもう加工された方が断然好きですかね。自分はあの加工することもあります。加工したものを食べます。私も加工されてる方がよく食べます。はい、質問です。年齢層を聞きたいです。子供向け、若者向け、大人向け、高齢者向け、4択でお願いします。これはちょっと子供には分かんないんじゃないですかね。どうです？まあ、そうですね、うん、子供というより大人からやっぱ、うん、高齢の方ですかね。はい、うん、まあなんだろう、子供でも子供から割と全世代方じゃないのかなって印象ありますよね。うん、なんか物によっては子供もって感じですかね。はい、まあそうだけど、まあ僕のイメージとしては大人が多いかなって。全然あのおじいちゃんおばあちゃんとかもあるのかなと思います。ぶっかけて食べますか、つけて食べますか。うわー、そうぶっかけですかね。はい、ぶっかけ。お、なんだ、温玉つけですかね。ハッテのもつけです。はい、いや僕ぶっかけですね。なるほど、ぶっかけなんだよなこれ。俺わかりました。よっしゃ、これは紛れたわ。これは紛れた。そうですね。あー、じゃあ色でいこうかな。うん、じゃあ、赤とかの
暖色系か、青とか白とかの寒色系かでお願いします。よかった。いや、これは暖色系だと思います。パスのも暖色系だと思います。はい、暖色でーす。暖色です。はい、僕も暖色です。あれ、これってこれ2周した？終わりですね。これで2周しましたね。はい、じゃあちょっと各々の考察タイムですね。はい、難しいな、はい、難しいなうん、あ、はてなさんが多分ミュート、ディスコードがオンになってるかな。ごめんなさい。じゃあこれ、このままの周りでソリキさんからお願いします。いやマジで、いや、なんか最後の方は分かんなくなりましたね。はてなさんと私がつけってなってて、多分他の人ぶっかけってなってるんですけど、これって結構人によるのかなって思ってて、私の知識不足かなっていう気もしています。で、気になったのは、藤宮さんの、でも朝っていうのもでも、ちょっとぼやっとはしてたんですけど、まあ人によるよな。なんかで気になったんですけど、いやまあでもあれかな、誰だこれ、ハテナさんと藤宮さんなんですけど、ハテナ藤宮で、いや待って、では待って、はっちゃんもね、なんかはっちゃんもなんか言ってた気がするんだけどね、超わかんなくなってますね。いやでも感覚的にハテナさんが狐で藤宮さん狼かな、うん、ちょっと理由がつまらなくてすみません、よろしくお願いします。ハテナは、なんだっけ、どの年代向けですかっていうので、はっちゃんさんだけ、子供にはわかんないみたいな風に言ってて、なんか、それがちょっと人浮いてた気もする。いや、マジかー。わかんなくはないかなと思って。わかんないだろう、子供には。でもなんか、キツネだ、あ、でもわかんないのか。いや、でもキツネかな。はっちゃんさんがキツネで、藤宮さんが、なんか朝寄りって言ってて、いつ朝昼寄りですかって朝寄りって言ってたから、狼かなと思いました。千枚差しとかかな、うん、はい。はい、僕行きます。結構自信があって、はてなさんがキツネで、ちょっと狼はちょっと微妙だが、まあ、藤宮さんなのかなという感じです。はっちゃんは明確に村だと思っています。はてなさんはなんか最初からもうちょっと人外臭いなと思って、何でかっていうと、その食べたことあるかっていう議論があった後に見たことがあるかって聞いてて、この人はお題を探す気がないんだなと思っちゃって、なんかもう一生懸命最初手から紛れたかったのかなと思っちゃった。その質問か聞きに行ってなかったからって思ったのと、藤宮さんの朝は正直、まあ、分からんでもない、そういう人いるかもしれないけど、まあほとんどの場合は夜かなって。で、はてなさんが今、はっちゃんに対して、その子供にはあんま分かんねえんじゃないかって言ってたんだけど、僕は分かんない。少なくとも、まあ分かんないのよと分かんないと思うから、大人向けだと思うから、はてなさんなのかなと思いました。はっちゃんどうぞ。僕これ本当に惑わされないでいただきたいんですけれど、まず人外は一人だけもう僕の中で確定なんですね。それゾニキさんです。一番最初に言ってた割と結構よく食べますねっていう言い方が、もうあたかももう1週間に何回も食ってるみたいな、いや村の人たちそんなに食わんやろこれ、そんなに食わないですこれ。だからそれだけね、分かっていただきたい。で、あともう一個めちゃめちゃ気になったのが、なんだっけかな、ぶっかけの下りね、ぶっかけの下り、これ多分どっちもあるの、うん、どっちもあるんだけど、うん、ゾニキさんはなんかそのいや、まあ、でもどっちかで言うならつけかなって、こうぶっかけの後に言うっていう感じが、なんつったらいいのかな、もう勝ったでしょっていう、
俺の質問にこう負けないわこれは反応するかのように絶対人外だから僕があのぶっかけ頼む多分ねドニキさんですキツネはあと一人誰だろうあと一人は分かってないですね藤宮さんかなって思ってますはい、僕はまあ今の確かにはっちゃんの証言聞いて、まあ、確かにまあよくは食べませんよねっていうので、うん、ゾニキさんっていうのとあと引っかかったのは、まあ、加工されてますかみたいな加工した方を食べますかみたいなのもハテナさんからの質問で気になったのでで後半の質問とかやっぱはっちゃんとプテハシさんはかぶってた印象だったのでやっぱゾニキハテナが人外でどっちが人外かってキツネかって言われるとわかんないちょっとはっちゃんに合わせてゾニキさんキツネかなと思ってますはい、はい、じゃあボタン押しますか押しますじゃあ違う押しますあーこれ俺やってるなーどうなんだろうはい面白いですねじゃあちょっと構えます準備が皆さん整いましたらもう投票ですかはい投票ですはい投票フェーズですいやちょっと待って本当に難しいこれ怖い行くか男投票 OK ですかはい大丈夫ですか皆さん大丈夫ですはい大丈夫ですかはいはいテさんも大丈夫ですか OK ですあ OK ですかそしたらみんな OK ですねじゃあせーのでいきますねいきますはい、はい、せーのはいおあと一人おハテナさんからはいおゾニキさんかゾニキさん3票ですね今これは、あれですよねまずゾニキさんに聞きます自分自身が釣られてしまいましたがキツネだと思いますか、はい、みたいなキツネだと思いますかああすいませんすいませんすいません全然村だと思ってます全然村だと思ってるうん、うんはいそしたらキツネじゃないとこれは、結果発表でゾニキさんはこれですみたいな感じで言います、ゾニキさんは、村人陣営ですやばいそうやったー絶対僕だなんだよな絶対僕だこれ嫌な予感したんだよ俺無名だと思う人は、まず名乗り出てくださいいやこれは僕でしょうはいマジでうまい。一回スピーチしてください。いやー、マジで何の会話してんのか全然わかんなかったわ。すごい。紛れたー。全然わからん。マジで全く抜け目なく紛れてましたよ、ずっと。いや、私の知識不足と、多分この思考の問題。わかる。僕もずれてたんで。あの、じゃあ、ゾリキさんめっちゃわかるの。めっちゃわかるの。ちょっと待って、待って、待って。あれ？まあいいわ。これはじゃあ答え合わせですね。これはキツネ僕で大丈夫ですか？あ、そうですね。いやよかった。あら。マジで何言ってるか全然わかんなかったずっと。じゃあそしたら藤宮さんからはいですかね。はい。私のワードはお題はマグロでございます。ああマグロか。はい、いやなるほど。はい、はっちゃんは？僕、カツオです。あ、カツオ！カツオ！いいね。かなり近いですけど。どうなんだ？じゃあこれ内訳。で、ゾニキさんは？分かってないでしょ、まだ。藤宮さんとはっちゃんは。分かってない。あ、なるほどね。どっちか分かってないでしょ。いや、多分、カツオが村じゃない？ゾニキさんは？カツオ。カツオか。全然分かんない。マジか。僕はね。ナマコです。食わねえ。いや最初によく食うで言ったなと。いや初手じゃなかったからね。とりあえず合わせると思ったけど。そうそうです。そうそうです。食べますって言った瞬間食わねえわって言いました自分で。一旦目のそのハテナさんが聞いてないから。ハテナさんがその狼側とか
あっち側の可能性もある中、まあ勝負ですね、それは。でもあの、じゃあハテナさんの加工って叩くかいなかってことでしょ？いや、カツオ節とかそういう、そっちかー。あ、生のカツオかーっていうことですね。そっちかー。いやー、見たことありますかっていうのも、なんかハテナさん、カツオって聞いてカツオ節を先に思い浮かべちゃって、んなんかそのカツオの魚の状態で見るかどうかみたいなことを聞きたかったんですよ。なるほど、そういうことか。なるほどね。かどうかでしか見てなかった俺だから。うわ、じゃあ俺ぶっかけって最悪じゃん。え、正直意味が分かんなかったな。マグロめっちゃぶっかけるやん。いやー、正直僕もよく分かんない。マグロ。え、どっちでも。でもマグロってぶっかけあるじゃないですか。温泉卵とかなのかなと思ったわ。っていうのがそう。でもマグロ漬けマグロとかあるから。ああ、そっか、漬けマグロか。あ、俺は単純にその、薬味つけて食うか、叩いて、うん、上からぶっかけて食うかみたいな感じで、あ、なるほど、なるほどね。皆さん、あの時間帯はあれだったから、そう、時間帯のその朝時間帯っていうのは食べるあれですか？あ、僕はその魚をイメージしたから、朝に取るイメージっていうので、ああ、なるほどなるほど。まあ、その辺は結構主観のズレがありますよね。僕はお台場ナマコだったから、まあ、自分が村の可能性もあって、うんうんうん、あの結構居酒屋のメニューとかであるイメージだから、なんか、あー、なるほど。夜って答えたら、まあ自分が村の可能性もあるし、まあ朝は絶対ないだろうということで聞いてたみたいな感じですね。そう、マジでそうだった。夜食ってた。これがもう、もう僕目線はもうプテさんすでにそのカツオまで行っちゃってる。いや、行かない行かない、それは行かないよ。もしかしたら行っちゃってて、その例えばそのサザエさんは夜だからみたいな、サザエさん、そういうところで来ちゃってるのかなって。サザエさん、しかも藤宮さんだけ朝だったから、うん、そうですね、だけマグロで朝だ、他の人はみんなちゃんとサザエさんで、いや、夜やってるから夜だみたいな言ってるのかなって思い始めちゃって、外から見てたら、なるほどね。3問目だよ、だって僕誰聞いたの。そんぐらいのその朝夜の質問は、いやー、よかった。いや、すごい。ありがとうございます。